皆さんこんばんは。ウィズ24です。今日はこういう格好で出てます。こういう感じはどうかなということでね、今日はね、なんだ、今日はこの LED 電球、 LED ライトですね。電球こう吊り下げるやつなんですけどね、ちょっと暗いから明るくしようかな。はい、こういうやつですね。こういうやつを買ってみました。非常にね明るいんですよ。車中泊とかね、それとか停電になったりとかね、モバイルバッテリーで照らすことができます。 USB なんです。 USB 式でね、じっちゃん3個も買っちゃったんだけど、安かったんで3個買ったんだけど、中華製なんでね、1個ぐらいはひょっとしてつかないかもなと思ってたんだけど、ちゃんとつきますね。今ね、この前の紹介したこのバッテリーでねつけてるんだけど、バッテリー電源もつけてるんだけど、明るいですよね。十分ですよね。車中泊とかね、キャンプとかね、停電時に使うのにはもう十分ですよね、これでね。これがね、私が買った時は167円だったんですよ。アマゾンでね。167円だったんで、私はアマゾンの、なんだっけ、なんてら会員、なんていう会員ですっけ。送料がね、無料なんですよ。で、中国からね、前もね、確かね、200円とかね、百何十円とかを頼んで、中国から、送料無料でね、送ってくるんだけど、もう本当にさすがにね、申し訳ないんで、167円だけど頑張って3個買いました。トータルで501円か。501円です。この3つでね、501円なんだけど、これで中国から送ってくるわけですよ。何日もね、かけてね。501円で中国から送料っていくらかかるの？500円だけど、500円ぐらい送料かかっちゃうんじゃないの？ってね、思っちゃうのよね。で、さっきね、アマゾンを見てみたら1個220円になってました。私が買った時はタイムセールだったのかな、167円でしたけどね、220円になってましたね。で、3個買ったんで501円。それで商売になるのかな、いくら中国とはいえ。もうね、原価とかね、そういう概念がちょっともう、わかんないですよね。どうなってるの？これ1個いくらで作れるのっていう。もう、じっちゃんにはわけわかりません。まあ、ということでね、今回はね、LED 電球を3個買ってみたという動画でした。最後までお付き合いありがとうございました。